はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。12日のね、3時回りました。今日はね、東証ですね、株価あんまり動いてません。まったりとしたいんですけど、寒いですね。しかしね、でもね、今日ね、火曜日でしょ。もう世間的には全部こうこの1年が始まってるはずなんですけど、僕のところにはね、メールがねちょろちょろ来てるだけで電話の一本もかかってこない。私すっかり世間に忘れられてんのちゃうのと思いながら、忘れられたら忘れられたでいいんですけどね。さてですね、昨日から4本ぐらい原稿を書きましてね、さっきも言ったんですけど、要はこの2021年がどうなるのかということですね。不動産市場を主に見ながらですね、原稿を書きました。で、今緊急事態宣言というものが2回目発出されましてですね、小池都知事がですね、皆さんテレワークをやってくださいとかって言うてましたけども、あのオーバーハン見るたびに不愉快なんですけど、しゃあないですね、映ってるからね。で、テレワークが再びですね、その推奨されるようになって、やってるところはやってるんですけど、やってないところはやってないわけですね。で、テレワークに馴染む人とね、馴染まない人ってやっぱり2種類人が分かれると思うんですよね。馴染む人ってどういう人かっていうと、孤独、一人で何かやるということに対して何のアレルギーもない人ですね。だから私なんかそうタイプです。一人でいる、一人で何か仕事をする、僕なんかもうずっと一人でやってますから、経営者の時でもね、社員がいる時でも別にそのあれなんですよ、私の仕事は私の仕事であって、関係ないわけですね。一人でやるわけですね。で、経営者って孤独ですからね、社員に物事を相談ってできないわけですよ。仕事上のことやりますよ。何か作るのにこれお前どう思うとか言ってやりますけど、経営のことに関してはもう自分で決めなあかんわけです。ずーっと孤独ですね。それがね、苦ではないんですよ。そういうタイプなんですけど、私は。で、テレワークに馴染む人もですね、そういうタイプですし、一人でずっと自分の部屋の中で仕事をしててもですね、別になんてことはないって。むしろね、会社に行って、そのいろんな人の間でですね、時々世間話をしながらですね、上司にお前何やってんと言われたら、はい、何々ですと言いながらやるのが煩わしいと感じるタイプですね。それが、テレワーク向きの方々です。テレワークに向かない方ってどういう人かというと、あれですね、常にその会社に行ってですね、ガヤガヤとした中でやってた方が落ち着くというタイプですね。で、非常に他人を気にする方が、他人というか他人との関係性で自分のポジションを確認しているというようなタイプの方がテレワーク向かないわけなんですけど、そうするとやっぱりこうテレワークやってて、いや家にいられるとかで喜んでいないわけですよ。その内心ではそういう人たちは、表面的にはどうかしません、やったーとか言ってるかもしれませんけども、もう3日もテレワークやるとね、もううずうずうずと会社行きたくてしゃあないわけですね。で、他の人どうしてんやろうと気になるわけですけど、で、そういうタイプの方がですね、ちょっと日本は未だに年功序列なところありますから、それ上がってて上司になったりするでしょ。そういう方が上司、テレワークに向かない人が上司になるとね、これはね、ほうれん草を求めるわけですよ。常にですね、自分の部下が何をやってんのかということが気になってしゃあないわけですね。気になってしゃあないけど、それをね、こう把握しないと落ち着かなくてしゃあない。だから報告せえって。連絡せえって、相談せえってなるわけですね。アホくさって。あれほどね、なんていうのがね、良さげに見えてね、しょうもないシステムないと思うんですよ。日本のサラリーマン社会において。ほうれん草。私もね、その会社を経営してましたんで、社員が多い時で6人、6、7人いたわけですけど、誰が何をしてるかって大まかには分かってるんですけど、その仕事の段取りなんてのは全くその本人に任せっぱなしです。要は何日までこれを午後やってくれっていうふうに、それしか言わないわけだって。それでこの人はやってくれるやろなって、やってくれないやろなって、そんなもん一月も仕事させたら分かりくでしょ。で、できそうになかった本人が言いますやん。ちょっとこれちょっと多すぎるとかって、あ、そうとかって。で、調整すればいいだけの話があって、毎日毎日その人が今日は何したのかって、そんなもん知りたくもないし、勝手にせいやっていう世界ですよ。まあ、大人やからと。というタイプなんです、私は。ところが、テレワークに向かない人はですね、今日彼はですね、午前中はどんな作業をして、ここはどんな作業をして、誰とでどんな打ち合わせをしたって、全部知っとかんと、もういいえ、あれでしゃあない、不安でしゃあないわけですよ。
どうそういう方いるでしょう。そういう方を上司に持つと部下は不幸ですね。まあそういう上司が好きという方もたまにいますけども、基本的に人間ってあんまり他人に管理されたくないという本能があると思うんですよ。僕には圧倒的にありますけどね、圧倒的にありますけども、まあ管理されてる方がいいという人もたまにいますけどね、僕なんか全然管理されたくないし、人もそうやろという前提のもとに、やってますから、まあほったらかしですね。で、私が使っていた人たちっていうのは、主にデザイナー、グラフィックデザイナーであり、コピーライターでありますから、まあ一応クリエイターなわけですね。クリエイターってのは自分の頭で考えないと仕事にならないわけであってですね。他人の言われた通りにやってるクリエイターもたまにいますよ。いますよ。10人おったら6人ぐらいいますよ。でもそいつらは所詮伸びない連中であって。クリエイターっていうのは自分の頭で考えなくなるわけですね。でところが普通のサラリーマンの社員っていうのは営業さんとかはですね、その決められたものを売らなければいけないわけであって、ある程度ルーティンってあるわけですね。すると頭が固くなっていくわけですけど、そういう人たちは割合管理には馴染むんですけども、ただ本人はやり方があるでしょう。営業さんなんて見てると、別に営業がこうやったらこうやってこうやらなあかんっていうマニュアルがあるかも分かりませんが、そのマニュアルに従ったからといって成績が上がるかっていうのは、それもまた別の問題だって。だから、ね、はたから見てると人によってやり方違うわけですよ。こいつのやり方、こいつのやり方、こいつのやり方、全部じゃん。それはお互いね、ノウハウを少しずつで共有してるというところはあるかも分かりませんけども、全てどんな人がやってもうまくいく営業マニュアルなんてあらへんわけです。あらへんのもあったら困るんです、逆に言うと。一人一人違うから面白いわけだって。そうするとですね、そのほうれん草なんていうシステムはなんとかその肩にはめようとしているだけの話であってですね、逸脱せえへんかったらいいわけですよ。ルールを逸脱せずにちゃんと結果を残していさえすればいいもんなんですね。そのビジネスマン、サラリーマンというものは、僕の場合もそうでしたけども、きちんとした制度の作品というか、あれが物が上がってくれば、出せるものが上がってくればいいわけであって、それ以上のものを、出してくれればそれでいいんですけど、そこまでの基準に達してればそれで OK なわけですね。そういうふうに考えられる人間と考えられない人間がですね、こう分かれてしまってるんですけど、なぜか日本社会はですね、ほうれん草をきっちりせえと言うたことに対して、誰もが反論しないわけですね。でも僕なんか旗から見てると、何アホなこと言うてんじゃろこいつと思うわけですよ。アホな上司に限って、ほうれん草ほうれん草って言うてるわけですね、想像力がないわけですよ。部下が何してんやろ今って、どうしてんやろって、こうなったらどうなるんやろという想像力がないばっかりにですね、全部把握、全部自分の目が届かない気にすまん。で、大体そういう人って頭悪いですから、こう A さん見て B、 あそうかって、 B さん見てって、 C さん見てって、 D さん見てって言ったら A さんのことも忘れてる。そんな能力しかないんやったら上司あんなって世界ですけどね。だったらもう任せてしまえという世界ですね。上司でもね、任せてしまうタイプの上司になればいいわけですけど、それが不安でしゃあない、気も小さいわけですよ。食ったらんなと思いながら見てて、で、僕なんか今あるでしょう、その自分はまあ全然関係ないんですけども、編集者さんとか見てますでしょ。編集さんとお付き合いがあるわけですね。本を出したり、あるいはその雑誌、じゃメディアに原稿書いたりすると、相手はカウンターパート編集者さんなんで、それを眺めててですね、別にそのベタベタとお付き合いはしないんですけども、眺めてて、この人はなと、だいたい仕事できる人ばっかりなんですけど、僕の編集者って幸いなことにね。幸いなことに、ほとんどできる人ですね。で、それがやっぱしその職場環境までやっぱり見えてくるわけですよ。見てると、あ、この人上司に恵まれてるなとか、あ、この人一匹狼でちゃんとやったはんなとか。で、やっぱりそのちゃんと活かしてる職場もあればね、活かしてない職場もありますね。だから活かしてない職場にいらっしゃる方って、そのうちこう多分2年以内には、お付き合い始めて2年以内に大体転職なさいますね。あそこあかんねんなと思いながら見てるわけですけども、編集者っていうのは、なんて言いますかね、知識産業ですから、そのあんまりそのお若さんがいても困るんですけども、たまにいますね、たまにね、たまにテレビとか多いですよ、割合、こう、お前な、みたいなのが。
まあ、上辺の世界でやってらっしゃいますからね、彼らはね。あ、でも編集者さんのもたまに、あ、この人は向いてなかったんちゃうのかなと。とはサラリーマン社会っていうのは、そう向いてなくても人間関係を上手に作れば、階級をこう上げていくことは可能な、誠に歪なところがあるもんですね。でそういう方が玉削減になったりすると、ほうれん草ほうれん草って言うんですけど、誰かほうれん草に異議を唱えるよと僕はいつも思いながらあの話を聞いたんですけど、何でもかんでもほうれん草大事やって、でもそんな会社はっきり言って伸びませんよ。それを大事にしてるんやったらほんまにそんなんちゃうでしょうと。少なくともね、私が関係してきた広告業界であるとか、今関係してるメディア業界であるとかは、そういうガッチガチの管理なんかせずにのびのびとやった方が、 あれですね、能力を発揮できる人が活躍するためのもうこう業界であると思ってますんで、こんなことをキャン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 言うてる会社は飽きまへんで、と。で、翻ってですね、だから上手にテレワークができる会社は伸びていくんですけど、テレワークあかん、まあ、もし戻ってこいとか、基本は戻ってこいとかって言うてるような会社は飽きますよね。つくづくそれを思います。今回の緊急事態宣言を受けてですね、あ、まだテレワークやと思いながらですね、またね、あれが始まんねんなと思いながら見ておりました。はい、皆さんどうもありがとうございます。